尺上層化は、クロンキスト体系での、皮脂植物のトガで、8から10属15種ほどを含む、古い分類体系であるシニエングラー体系では、一役層化に含められ、新しい APG 植物分類体系では、ツツジ科尺上層赤に含められている。すべて不正植物であり、緑色の葉を発達させず、全株が白や黄色などをしている。地下に、 根が絡まり合った海上の根茎を生じ、ここから地上に茎を立てる。茎には輪辺状になった葉を多数つける。花は先端に単独化数個をつけ、うつむいて咲く。温帯から熱帯にかけて分布し、日本では銀漁草、尺上草、銀漁草もどきが自生種として知られる。いずれも新菌に寄生する不正植物で、周囲の樹木と外生菌根を形成して、 共生生活を営む端子菌の菌糸を自らの根に呼び込んで、モノトロポイド菌根を形成し、ここから栄養を得ており、植物体に養糧草をかく。日本列島の尺上草化植物では、銀漁草族の銀漁草と尺上草族の銀漁草もどきが、ベニタケ化と尺上草族の尺上草が、キシメジ属と菌根を形成していることが確認されている。また、 尺上層が、キシメジ族の松茸の大敵であるとし、その駆除が、松茸の生産に有効であるとする経験則が、知られている。新エングラー体系では、一役層化に含めることもあったが、クロンキスト体系では特殊な生態、形態を重視して、尺上層化としていた。新しい APG 植物分類体系では、筒ジ化の中の一系統をなすとして、 ツツジ科の中の尺上草赤の扱いである。日本には、カキの二属三種がある。APG 植物分類体系では、ツツジ科の中の赤、尺上草赤の扱いである。クロンキスト体系では、ツツジ科に禁煙な独立のトガとしている。ヒシ植物門マグノリアハイタ創オウ植物ツナ、マグノライプサイダビワモドキアコウ、ディレニーデイツツジメエリクイルズ尺上草カマナトラパッチ、鈴木カズオ、 根県における、生物共生機能の解明平成16年度科学、研究費補助金研究状況報告書、松竹名人長野県上稲地方事務所の成果、ありがとうございます。